皆さんこんにちは。今回から冷凍庫 PC 動画シリーズの番外編として、PC 水冷用のラジエータをヒートタイプ化させたという製作を紹介していきます。初回となる今回は、未加工のラジエータをそのままヒートタイプ化させて、CPU 上に無理やりくっつけ動作確認したという内容です。まずはこの製作に至った経緯から話していきます。直近までの本動画シリーズでは自作 CPU クーラーと称して、ヒートタイプの機能や特徴を有したものを製作、動作確認してきました。その製作の原点である自作の、空冷 CPU クーラーなんですが、ヒートタイプとして動かすために内部を低圧維持できるようになっていて、かつ容器を透明樹脂で作ったため内部を目視できるというものでした。市販の空冷 CPU クーラーについているヒートタイプとは、構造も動作もところどころ違っているものの、低圧化した容器内で冷媒の水が低沸点化し、CPU の発熱で蒸発、放熱できるところで蒸気が冷やされ凝縮という、ヒートタイプの特徴である層変化を利用した熱輸送を自作することができました。そんな自作空冷 CPU クーラーでしたが問題があり、当初の放熱部分は性能不足だったようで、冷却性能的には市販品には遠く及ばないようなものでした。まあ初回だったということもあってその後いろいろ試していったわけですが、なかなか放熱不足を解消できず、結局はヒートタイプ部分に注目したいから放熱については手段を問わないみたいな方針をとって、純粋な空冷 CPU クーラーの形態は諦め、複雑なシステムを組んで製作を続けました。そのおかげもあってかその後の自作 CPU クーラーの冷却性能は、市販品に近いレベルまでになったんですが、純粋な自作空冷 CPU クーラーがうまく作れなかったことは心残りでした。そう思いながらも製作を続け、次はヒートタイプを使った熱輸送という観点から、層変化を別の形で利用した冷却システムが作れないかと考え、それで作ったのが低圧水冷と呼んだもので、この時に今回の製作につながる発見がありました。低圧水冷は名前の通り低圧にした PC 水冷なんですが、低圧化によって層変化が利用できるようになるため、ヒートタイプらしく蒸発凝縮を使った層変化熱伝達と、水冷本来の冷媒循環による対流熱伝達。これらをミックスしたらどうなるんだろうと考え制作したものです。実際の動きや性能は、その動画を見ていただくとして、この制作の当初、最初は PC 水冷のパーツをできるだけ利用しようと、ダメ元でも PC 水冷用のラジエータやポンプをそのまま配管して、低圧化、冷媒循環までやってみたところ、意外にも故障せず、問題なく使うことができたんです。このラジエータは低圧化、この場合は真空引きと言うべきでしょうか。真空引きが前提のエアコン用ラジエータとは異なる形状なので、低圧化で大気圧に押されるようになり、その圧力で潰れて壊れちゃうものだと思っていたんですが、意外にも大丈夫だったんです。おかげでその後の製作でも PC 水冷用のラジエータを使って低圧配管を組んだんですが、ある時ふと思いつくことがありました。低圧配管に組み込めたこのラジエータなら、ラジエータ単体でもヒートタイプにすることができるんじゃないかと。ラジエータって配管穴を塞いじゃえば密閉容器になりますし、その上で低圧に耐えられるならヒートタイプになりそう。しかも熱の伝わりのいい材料が使われているし、何より放熱部品であるラジエータなら放熱表面積も申し分ない。もしかしてヒートタイプどころじゃなくて、単体で空冷 CPU クーラーとしても成立する？自作空冷 CPU クーラーのリベンジができるかも。そう思ったので今回の制作をやってみました。そんなわけで今回から数パートにわたって PC 水冷用のラジエータを使ったヒートタイプ、略してラジ HP を紹介していきます。様々試してみたいことがあるので、順々に試していきます。で、そんな制作の初回となる今回は、まずはシンプル、簡単にやってみようというコンセプトで、未加工のラジエータをそのままヒートタイプ化して、無理くり CPU 上に設置、動作確認してみたという紹介です。やる前からこのあたり怪しくない？ってところが散見されましたが、とりあえずシンプルにやってみました。思い当たった不安点などは次回以降紹介する加工、調整版で対処していきます。今回使用したラジエータはこれまでも使ってきたこちら。2個入り2500円くらいで購入した格安品です。120mm サイズの PC ファンが2つ付けられる、いわゆる 240mm サイズのラジエータで、厚さは実測で 32mm。製品によっては厚さ 65mm なんてものもありますが、まあ格安品なのでこんなものでしょうか。でも格安品だから気軽に色々と試せるため、私としては心強いラジエータです。
このラジエータをヒートタイプ化させていくために配管部品を取り付けます。この部品はヒートタイプ化に必要な低圧化、真空引きに対応していますし、冷媒の水もここから注入できます。これでヒートタイプ化の準備完了です。準備作業が少なくてとっても楽です。これまでの製作では結構複雑なシステムを組んじゃっていたので、準備も解体も大変だったんですが、シンプル構造は偉大ですね。簡単に準備できてとっても助かります。次はヒートタイプ化です。真空ポンプを使ってラジエータ内の空気を排出、真空、低圧状態にしていきます。問題なく低圧化できました。まあこれまでの製作でもやってきたことですから、このあたりは OK ですね。で、次に冷媒として準備した事前に煮沸して溶けていた空気を除去した精製水を注入していきます。このあたりもこれまで通りではあったんですが、ここでラジエータ特有のことが出てきました。内部が目視できないので、どのくらい水が入っているか確認できません。これまでの製作では内部を目視しながら見た感じ良さそうなところを最初の基準に設定していましたが、内部の様子がわからないと最初の基準決めが不安になります。一応事前に容積を検討して、ラジエータ下部が満水になるくらいで 20cc と目安を決めて注水していますが、特段注入した水量の確認方法などは考えていなかったので、今どのくらい水が入ったのか、これで足りているのか、それとも少なすぎるのか多すぎるのか判然としません。冷媒の水量ってヒートタイプ的には重要項目の一つだと思うんで、ここが分かりにくいのは結構な問題なんですが、今回はシンプルに簡単にやるので深く追求しません。このあたりを次回以降の制作で対処します。冷媒注入も終了したら、これでヒートタイプ化完了です。あとは CPU 上に設置といったところで、また問題があるんですが、いや、こんな問題や懸念点ばかりなんですよね、このラジ HP。 一つずつ取り上げると長くなっちゃうのでリストでまとめちゃいますが、いろいろと気になる部分があります。当然ながらこれらの問題を放置するわけにもいかないので、私も対策を考えて準備をしているんですが、結果として次回以降に紹介するラジエータに加工を施すという方針を取ったので、シンプルな構造からは離れていきます。加工前にはシンプルな状態でも試したいってことで、今回のシンプルかつ簡単に、そして無理にでも動かす方針の制作をやりました。明らかな問題点もあったんですが、そのあたりは次回対処で、今回はこのままで続けます。そんなこんなで CPU 上に設置した初めてのラジ HP です。見た目はこれまでの製作と比べると CPU クーラー前としているかな。このラジエータがヒートタイプ化していると分かれば、空冷 CPU クーラーと認識されるかもしれませんが、一見しただけだと単に PC 水冷用のラジエータをつけただけですからね、変な水冷と思われるかもしれません。というか CPU クーラーにしては背が高いな。いずれにしても不思議な状態です。果たしてこれで CPU クーラーとして動作するんでしょうか。試してみましょう。 PC の電源を入れての動作確認です。スイッチをポチッと押して OS の起動を待ちます。普通に OS 起動できました。以前制作したものの中には冷却できなさすぎて OS 起動もできないものもありましたが、このラジ HP はひとまず OS 起動というハードルは超えています。OS 起動後ちょっと時間を置き、動作が落ち着いた頃のアイドル時の CPU 温度は 37°C でした。ラジ HP の近くに行くとパチパチと破裂音が聞こえます。この音はこれまでの制作でも聞かれたもので、冷媒に水を使ってその水が沸騰する時に出る音と似ているので、内部は見れませんが、おそらく冷媒の水が沸騰しているようです。こんな時にも内部を見ることができたら便利だったんですね。仮に CPU 温度 37°C で水が沸騰できているなら、一応ヒートタイプっぽく動いているんでしょう。ですが室温は 25°C です。室温 25°C でアイドル動作時の CPU 温度 37°C は異常に高いですよね。この時点で怪しげな雰囲気を出していますが、このまま高負荷動作時の動きも見ていきましょう。これまでもやってきた動作確認と同じ方法をとって、ベンチマークソフトシネベンチ R20 を使い、
CPU の動作設定は定格のまま、ベンチマーク開始です。開始直後、ラジ HP から聞こえていた破裂音が激しくなり、パチパチパチ、というより揚げ物でも作っているかのような音がしてきます。激しく沸騰しているんですかね。ヒートパイプらしさが見られる一面です。ですが肝心の CPU 温度はベンチマーク開始直後から急上昇していて、100°C に到達、サーマルスロットリングが作動してしまいました。冷却性能はダメダメでした。やっぱりあれだけの懸念点問題点を放置したまま CPU クーラーにするのは難しいんでしょう。ということは多少は加工や調整が必要？そんなわけで次回はラジエータに穴を開けたり、CPU クーラーのマウントパーツ用にアタッチメントを付けたり、市販の金属ブロック部品を流用したり、内部が見られるようにしたりした。私なりの調整版ラジ HP の構造や動作について紹介する予定です。構造はシンプルから複雑になっていきますが、これまでにやってきた自作 CPU クーラーの経験や作ってきたパーツを使って、安定的に使用、冷却ができる自作空冷 CPU クーラー、ラジ HP を目指してみます。といったところで今回の紹介、シンプルかつ簡単に作ったラジ HP については以上です。ぶっちゃけ次回の制作からが本命です。そんな感じだったんですが、最初から加工したラジエータで紹介するのも突飛な感じがしたので、今回のシンプル簡単から始めました。動画内でリストアップした問題点やらは、次回以降の制作で対処。もしくは何らかの変化を加える予定だったので、あまりこれで頑張るつもりがなく、ダメでもともと、動けば期待以上でした。そう思うとベンチマークまでできたこの安直なラジ HP は結構頑張ったような。でもサーマルスロットリングが作動したあたりは妥当というか、次回以降から真っ当に冷却性能が良くなるよう一つずつ手を加えていくので、次の動画もご視聴いただけると幸いです。では今回はここまで。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。